それでは総理から締めくくり発言をいただきます。はい、これまで、子ども未来戦略会議では、3月に取りまとめられた試案を踏まえ、子ども子育て政策の強化を通じて目指すべき社会の姿や、3つの基本理念について議論を深めてまいりました。本日は子ども子育て政策の強化について加速化プランに沿って検討すべき項目を中心に、その具体的な制度設計やさらに検討を深めるべき課題などについてご議論をいただきました。少子化は我が国が直面する長年の問題であり、これ以上放置することのできない待ったなしの課題であります。第一に児童手当の拡充をはじめとする経済的支援の強化、第二に伴走型支援の強化や保育の質の向上、子ども誰でも通園支援制度の創設などのサービスの拡充、第三に一級制度の強化、働き方改革を中心とする共働き共育ての推進、そして第4に子ども子育てに優しい社会づくりのための意識改革、これらを通じて全ての子ども子育て世帯を切れ目なく支援する総合的な制度体系を構築すべく、本日のご議論も踏まえて今後3年間の子ども子育て支援加速化プランに掲げられた各種政策について速やかに具体化し、財源の確保と合わせて実行に移していかなければなりません。次回の会議では加速化プランを支えるために必要となる安定的な財源の在り方について集中的に議論をいただきたいと思っています。そして6月の骨太の方針までに必要な子ども子育て政策の強化の内容、予算、財源について検討を深め、本会議において子ども未来戦略方針を取りまとめていただきたいと考えています。忙しい審議日程となりますが、構成員の皆様におかれては引き続き精力的なご議論をお願い申し上げます。